さんこんにちは。オーラメンタリストのミキです。私は悩める飼い主さんやペットのオーラの調整をし、幸せに導くためのお手伝いをさせていただいています。吠え癖っていうのはどういう時に起きますか？車の中で置いておくと、はい、人が通るとすごい勢いで吠えるんですよね。この子自体その吠え癖って言ってもその場所場所によって、こう自由が束縛、こう自由になりたいっていう気持ちがすごく強いんですよ。外に出た時っていうのはこうリードをこう引いて散歩するよりはドッグランで遊ばせてあげた方がきっとこの子がストレスなく、吠え癖もだんだん良くなると思うんですよ。で、車の中の場合っていうのもその匂いがいつも一定のその一緒にいる匂いがあると彼女は吠え癖が治ると思います。じゃあ話してください。じゃあ緊張しなくていいんだよ。ママに話したいこと何言って、じゃあ言っちゃおうかしらって。あ、なんか言ってる。なるほど。なんだって？ご飯があまり美味しくないみたいな、ご飯が美味しくない、いつも同じドッグフードで、で同じものしかないからみんなが羨ましい、みんなが羨ましいって、実を言うとお父さんとお母さんは別メニューなんです。あ、だからですね、若者たちはドッグフードだけなんです。あ、そうですか。お父さんとお母さんはドッグフードプラス、ヨーグルトとチキンとお野菜と入ってるんですね。あ、そうですか。それがすごく羨ましい。羨ましいって。だから自分もそれを食べたいんですって。食べたいの？それをいつもね、おねだりするのに、聞いてくれないっていうふうに全然分かってなかったですよ、私はそれを。はい、あと一つねあるんですけど、金属音が結構怖くて、ちょっとアクシデントがあって自転車に轢かれたことがあって、その時にほらガシャガシャンって音がしたのがあったので、全然その自転車の音じゃなくても、なんか缶抜きのカチャンとかいう音とか、ああいう音にすごくハッって耳にこうなるんですけれども、それはやっぱりこの子自体のトラウマっていうか、ただそのことが自転車のこととかっていうのを彼女が覚えてるかって言ったら、今の彼女の中ではないんですけれども、その不思議な音っていうのが彼女のその負担になったりストレスになったりっていうのはあると思うんですよね。だからまあワンちゃんたちってみんな結構高い音って好きな子って少なくて、やっぱり怖がるんですけれども、その時の対応としては本当に身近にいる方の匂いを嗅かせるっていうのが一番効果的だと思います。外に出してあげた時にはそのちょっとずつその吠え癖を直せるように、決められたタオルで拭いてあげるといいと思います。決められたタイプね。彼らとのそのつながりっていう部分で、やっぱりそのつながりを匂いをかかしてあげるっていうのはとっても彼女にとったら、大切なことっていうか、ストレスをためない一つの、グッズになるかなと思うんですけれども、やってみます。今回忘れられない犬がいるという本が3月23日にピアより発売されます。この本はペットロスの飼い主さんや辛い過去を持ったペットたちを私が取材した10個の実話です。一人でも多くの方々に読んでいただければと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。